皆さん、こんにちは。シニアによるシニアのためのシニアチャンネル始まります。永遠のセブンティ、ゆうすげです。今日は私たちの自分史の大先輩であるムッシュ前田さんからお話を伺うことになりました。私実はですね、はい、あ、碧州、はい、はい、このね、まあ、まあ数えたことないですけど、この厚みの中に全部自分の俳句が、すごい、厚みがあるんですよ。はい、厚みありますね。自己流俳句なんですよ。はい、はい、でもまあそれもまたよしよしかなと思ってね。はい、へそピアス娘カッポする九段坂、ゼロ戦はポストモダンか、あー敗戦期すごいな。へえ、ジジエですよね、お料理のね、はい、ことを早くに記録して、はい、ことはこれからも続けていきたいなと思います、ね、もうぜひぜひね、はい、あのジジエ面白いですよね。あのね、ちょっと思い出したんですけれど、あの沢木幸太郎さん、あの方がお父さんがやっぱり俳句を書く人 でお父さんのが亡くなる前かなんかに、句集をに手がけて、で初めてお父さんの思いをたくさん知ったっていうのをね、何かで書いておられてたんですけれどね、まさにあの俳句とか短歌ってあの自分史になりますよね。そうです。さっきのあの見せていただいたそのヘソピアスとかでジジエですか、あれはもうなんていうのかな、その、自分史だけじゃなくってなんかその時の歴史も一緒に語っててすごいなと、五一五の中によく入るよなとすごく思うんです。僕はまああの自分の 母方の系譜がね、はい、まあ、俳句ではないんですけども、はい、私の曽祖父にあたる人は、はい、和歌の、はい、ありましてね、はい、明治天皇の、はい、田所を、はい、もう執行したような人は、はい、はい、まあ、五七五ではない、七七の世界、はい、七七ね、はい、僕はあの、まあ、和歌も時々まあ書きますけど、はい、やっぱり俳句というのが、はい、幼い頃から、はい、あの最初に最初の最初多分最初かな、9歳の時に疎開先から、はいはい、じいさんに当てて、はい、暗記で俳句を書いて、はい、君より大人も混じる紙芝居、すごい、そんなのをね、書いたりして、だから本当にそういう意味では子供の頃から俳句っていうのをね、まあそんなに深くやったわけじゃないけどね、書いたものは残ったりしてますんでね、はい、そんな意味で俳句というのは、ね、人生の一つの記録として、そうですよね、わあすごい、こんなお話も伺えるなんて嬉しい。あのこれも最近読んだ本なんですけれど、あのやはりあの父のことがあるんで、あの戦争に関するものというのはすごく読んでて、ラーゲリからの遺書っていうあの辺見淳さん、その方の本なんですけれど、それを読んでいて、あの映画化もしたんですけれど、まあ、映画も見たんですが、実はすごいなと思うのが、その収容されて、勝手にもう25年の刑期があるわけですよね。でいつ出ていけるかわからない明日をもう知れない身でありながら、こっそりと句会をやらはるんですよね。でそれぞれの人にそれぞれの人生に合わせたあの配合をつけて、それをやって、で書いて残すと、見つかるとまたあのスパイ容疑でどうのこうのってまた刑期が増えるんで、全員でそれ終わったら全部それを捨ててしまう。でもそれだけ皆さんちゃんとあの覚えて帰ってはったんやなっていうくらい驚きで、で主人公の方が
亡くなる時に遺書を書いてもらおうっていうことになって、その句会の人たちが入れ替わり立ち替わり話を聞いて全部ここに覚えて、あの書い結局あ書かれるんですよね、その病床で、そのあとはで、その書いたものを何人かで分けて覚えて帰ってきて、奥さんにそれをそれぞれがそれぞれのタイミングで届けはるんですよね。だから枝上げりからの、遺書っていう名前がついてるんですけれど、あのそんな時でもその俳句とかで、あのその方は短歌も書いてるし、詩も書いておられる方なんですけれど、何にもなくっても空が青いだけで短歌はできるわけじゃないですか。だからすごいな、この人たちがその短歌を作ることによって命をこうつなぐっていうか、流れるっていうのがすごいなって、その短歌のそのすごさっていうのかな。だから病気した時も何にもすることなくても短歌ができるっていうの状況っていうのものすごいわかる感じがするんですよね。だからその命に関わってもそういうことになるのかと思った時に、なんというあの文化なんやってすごく思いました。でそれでもやっぱり俳句は書けんと思ってる人なんですけどね、短歌がやっとこさなんですけれど、それでもいいや書けたらってすごく思ってるんです。で、桜の季節になるとね、はい、桜の季節になると、あの、まあ、ご存知かもかんないですけど、一茶、小林一茶のね、はい、句を思い出すんですよ。はい、一茶は結構桜の読むんですよね。桜の句ね、はい。例えば、はい、桜咲く、はい、大日本ぞ、日本ぞ、はい、はい、とかね、はい、私が好きなのは、はい、死にしたく、したく、死にしたく、はい、はい、死にしたく、いたせいたせと桜かな。これなんかね、本当に身に染みた俳句でね、はい、はい、この桜の季節になると思い出すんですけども、うん、そうですね、やっぱりいたせいたせと桜かな。そうですよね、桜ってあと何回見れるかなって毎年思うんですよ、ね、あのちょうど私あのマンションに住んでて3階なんですけれど、ちょうど足元の桜がちょうど満開なんです、今ここからこの窓からも見えるんですけどね、うん、桜ってすごいな。あのお桜がとにかく散ってしまうまでは落ち着いて何もできないという花狂いを実はね、桜追いっていう短歌集出したんですあので電子出版ですけれど、どうしてもね、あの友人がやれやれって言ってうるさくって出したんですけども、終わって、例えば1個あげると何ですか。あ、これね、実はあの私あの四国の遍路を、歩き遍路を20年間やってて、あと今年あと6カ月で終わりなんですけれど、その時に日に溶ける桜並木の下通る薄青く見ゆ白き遍路着っていう歌とかね、あの風の色花の動きの柔らかく今目の前を散りゆく桜とか、なんか結構、うん、ね、散る時のことをしっかり書いてるかな。夢の世にポワンポワンと揺れる子、キラを散らせて魂を呼ぶ、春らんまん花々は道、空も満つ、のどかならざるは我が今日明日今日は明日かな、はい、そんな風になんかいっぱい書いてますそれを、ちょっと集めてみましてっていうことで、大したもんはないんですけれど出しました。でそれに対してちょっと思ったことを少しだけ書き加えて、あとはあの自分で写した桜の写真を全部入れてるんです、その電子出版で出したのははい、もう恥ずかしい。いいですね、はい、題名がね、はい、
桜追いっていうのはいい。そうなんです、桜追いなんです。追いかけまくってたんです。ありがとうございます。今日はこれにて終わりにしたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録どうかよろしくお願いいたします。